どうもセントラル TV です。今回もよろしくお願いします。前回の動画の最後に、お伝えしました、トレーニングを担当したコーチが、そのトレーニングポイントを話してもらうという企画なんですけども、実際撮ることができまして、現在動画作成中ですので、次回かな、近日中に公開できると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは今回の動画、トレーニング紹介、噛みまくりましたが、どうぞ。それではトレーニングの紹介の方をやっていきたいと思います。今回は、2対2になるトレーニングです。で、まずはじめ青の子がオフェンスですね。で、こちらバイタルの位置というのかな、ちょうどいい位置に1人ドフリーでいます。で、ディフェンスはこのコーンの後ろに立っていてもらって、もう1人のディフェンスは、ゴール横に、ハードルでも何でもいいのでワンアクション入れてから、参加してくるような形をとります。で、スタートはボールを持っている選手がスタートするんですが、このコーンの間をパスかドリブルで突破をします。まあ、この間にディフェンスがもう一枚来るので、こんな形で2対2がスタートするような感じです。で、ポイントとなるのは、オフェンスの子で言いますと、まず、受け手になる子がどんなアクションを起こすか、ディフェンスがどう動くかによって、パスかドリブルかを判断する。ということになります。そして、コーンまでの距離というのが、限られてますので、この距離感の中でその判断をこの二人の中でしていくと。ディフェンスで言うと、ディフェンスは当然、自分の後ろの子が動きますので、その子を見ながら、そしてボールの動きも見ながら、背中でディフェンスしていくという形ですね。まあ、シンプルなトレーニングですので、いろんなバリエーションが、攻撃の中で生まれるかどうかっていうのが勝負の鍵になって、勝負トレーニングのポイントになってきますので、ぜひやってみてください。それでは、実際の動画をご覧ください。セントラル食堂の開店です。はい、こちらは、試合ではよくある場面なんですけれども、結局パスの選択肢しか、ないで、ドリブルの可能性が見えないので、結局それが遅れてしまう原因になってます。はい、こちらは、受け手の子が動き出しをしなかった場合起きている現象です。ボールホルダーの子が自分でなんとか打開するしかない状況が生まれましたので、受け手の子はもうちょっとはっきりとした動きが必要かと思います。ちょっとだけね、ドリブルする人、後ろの人が動いた方がどっちにドリブル仕掛けていった方がいいんだろう。今黄色に動いたの、黄色の方がドリブルしてたんですけど、どっち行ったんですか？逆に動いた方がドリブル通過の匂いがもっと匂わせられるの。行きます。はい、こちらはいい駆け引きから生まれたゴールになります。まずスタートしてディフェンスが、受け手に引きつられて、でここで一回ドリブルに切り替えることでもう一回ディフェンスを引きつけて、そこで出してますね。で、受けた子も、ディフェンスを確認してゴールへ向かい、
ディフェンスの子が間を閉じに行ったところ、縦をしっかり抜けて、まあ、シュートまで持っていってますね。ちょっと素晴らしい、これは駆け引きが起きています。またそこ頼むよ。はい、まとめでーす。今回は、初めの2対1の部分が、まあ、一番トレーニングのポイントになってます。で、その後のシュートとかは、おまけみたいなものなので、初めの2対1のところをしっかり、局面を作れるように、トレーニングしてもらえたらいいなと思います。ディフェンスの方のトレーニングにもなってますので、まあ、バランスよくトレーニングしていただくことができるかと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。